これがトイレです。夜は電気がつきません。すいません、引き続き扇風機の音がうるさくて、やっぱちょっと今日蒸し暑いです。なんとライダーさん、バイクのライダーさんっていうんですか、お泊まりされる方が来ました。カンソロは免れました。よかったです。これで何かあっても安心ですね。誰か助けて。やばい。どうしよう、キツネ来てる。これピーマンです。やばっ、やばくに言ったらカチンコチンです。すごいね、冷凍してきたわけじゃないのに。はい、で次に用意するのが地図。これもすごい固まって入れます。はい、手は除菌しました。結構まあ自分で組んでね。巻きます。あ、ちょっと出てるけど、まあよし、いい、オッケー。酔っ払ってるからちょっと。いや、これちょっとマジで肉が。豚バラがバラバラだわ、これが。ちゃったんで、ここからは小声モードになります。ほんと、どうしよう、うん、なんとかする、なんとかする。よし、そろそろいいかな。あ、取れないね。わあ、すごく美味しそう。じゃあそれではいただきます。どうしよう、内容で切ろうか。あー、すごい、ピュー、あ、美味しそう。でも伸びすぎ。いただきます。熱い。うん。うまい。うん。うまい。
たまらん、手震えてる。アルチじゃないですよ。あーうまい、ビールがうまい、最高だね。キツネ来んなよ。実に静かで安全な夕方を送っております。もう気づけばビール3本とチューハイ2本飲み干しそうです。多分またライトつけるとガンガン寄ってきます。今6時半です。まだキツネ大丈夫多分、これホタテです。虫除けキャンドルつけます。消えるかもしれないけどね、風の中若干あるんですよ。よいしょ、これね DCM。 それではいただきます。うん、うまいもん。こねてるね、知らなかった。うん、うまい。飲んじゃったんで、よし、あれを行こう。コロちょっとそこ邪魔だな、コロちゃん。ん？邪魔な位置でーす。本日も暗くてすみません。はい、今日はこの紅葉とめごま焼酎ね、これの水割りにします。あ、まずロックでいくか。うまい。うまいね。よいしょ。コロちょっとどいてくれないかな、そこの場所。あんきつねいだ。変だよあんた。なんかいだ。やめてそういうの。仕方ないんでね、おとりのライト気をつけてきます。つけてまいりました。もう仕方ない。なんかバイクの方も寝たみたいですね。はい、今8時過ぎたとこです。もうね、帰りに入りました。これは殺虫剤です。ちょっとね、あーいるね。なんかまたね、これ去年もこの虫に悩まされたんですよ。これこれなんだろう、これどこまでも入ってくるんですよ。はい、散らがってますが、こんな感じです。
いてててて、あ、チャックに髪の毛挟まっちゃった。なんだ、ちょっと行って。風がですね、ものすごくなんか強くなってきて、今後ろのロープもう一回引っ張って、前の方もペグ打ちしてきました。結構ねバダバダするんで、あと虫ですね。あ、これですね、ちなみに DOD のコンビニで買ったバッグです。すごい便利です。おはようございます。ただいまの時刻が7時半前でございます。もうね、寝坊です。昨夜ものすごい雨風で何度も目覚めてしまって、キツネどころじゃありませんでした。すごいね、もうテント飛ばされるんじゃないかなっていうぐらい風ひどくて、あ、風強くて、はい、ということで今起きてしまいました。はい。やっちまった、すごい寝坊。はい、で今の時間になったら雨やみました。いやー、ね、予報じゃなかったんですけどね、全然。まさかの、さすが山ですね。もう急に天候が変わる。そして私ほら電波ないからリアル天気予報見れないんですよ。なんでね、まあ、一応タープもできてたんですけど、張る間もなく、まあ、張らずにともね、うん、特に漏れとかシミはありますけど、シミではなんかこうツヤっとしますけど、やっぱりこのテント雨漏りしません。相当強めでしたよ。うん、大丈夫でした。またやってしまった。チャッカマン踏んで曲げてしまいました。しかも濡れてる。指何も見えない。壊れたもん。ああ、やっちゃった。やっちゃったよ。あれ、なんか焦げ臭いぞ。やっかんだ。洗ったんだけどな。ホットコーヒーが美味しい季節になりましたよ。というわけで、朝ごはんの準備します。今日は、あ、今日はじゃない、今日も。もう簡単に。野菜とかね、どうのこうのってね、もういいんです。キャンプだからもう私は。家に帰ったら野菜食べるんで、しこたまね。しこたま冷蔵庫に入ってんですよ。うちは。あー、なんも油まだ。あ、バター持ってこなかったな。まあ、いっかな。このまま、素焼き。本当は焚き火でやろうと思ってたんだけど。
これね、これです。切り取って、なんとく。これ、3つセットなんですけど、まあ多分3つ食うのかもしれないし、わからないです。とりあえず2つしか入んないかな？どうだろう。見つけりゃ、三つ切りは三ついきますよ、そりゃ。スープとかないんで、もうコーヒーで。やっぱ二つも、やめろ。やめろ。二つでね。二つで限界。なんで焦げ臭いのマジで。切れないか。切ったね、切り方。熱っ。いや、いただきます。あかんかんかん、あかん。うん、あれ好きでも十分うまい。うん、また雨が降ってきました。あらまあ、困りましたね。キャンプ中に雨降るのはいいんですよね。このね、撤収の時に雨降られるの本当に一番嫌い。誰でもみんなそうでしょうけど。はい、撤収が完了しました。だいたい今10時ぐらいです。今日は何事もなく平和に無事にキャンプを終えることができました。残念がってる人もいるかもしれませんが、何事もないのが一番です。なんで、まあ、今回ですね、1年ぶりぐらいにここに来て大丈夫だと、まあ、前回1年前はね、私まだねソロキャンプを始めたばっかりだったので、なんでね、ちょっといろいろ甘い部分があったので、ああいう狐に襲われるっていうね、実験が起きてしまったわけですけど、まあ、今回いろいろきちんと対策したりとか、まあちょっとゆうべ雨も強かったんでね、まあ、そういうのもあると思うんですけど、何事もなくね終わるようになりました。なんでここのキャンプ場って自宅からですね2番目に近いキャンプ場なんですよ。なんでね、また来やすいんで来ようと思います。